どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、空白の100年です。それは、ひとつなぎの大法の考察シリーズと、イム様考察シリーズにつながります。よろしくお願いします。この動画は、連続する19本目の動画なので、意味がわからない方は、こちらの16本目までをまとめた動画を先に見ていただければ幸いです。ただし、こうした非公式の考察を知ることによって、ワンピース本編を読む楽しみが損なわれると感じる方は、今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか。行きましょう。空白の100年を考える上で重要となるキーワードはズバリ雪です。これを僕は雪の伏線と名付けましょう。僕のワンピース考察方法は3つです。表裏一体、語呂合わせ、そしてシンボルです。シンボルとは、漫画内である特定のシンボルが現れるとき、 100% ではないもののある特定の意味が付随していると考えるものです。例えばこれまで考えたシンボルで言えば、満月は引き寄せる、半月は引き離す、三日月は身を潜める、階段は悔しい女、クジラはラフテルといったシンボルを考えてきましたが、今回考えるシンボルは雪です。雪が現れるとき、 100% ではありませんが、ある特定の意味が付随してと気づきました。結論から言いましょう。雪が現れるとき付随する特定の意味、それは記憶です。ワンピースにおいて雪と記憶は密接な関係だと考えます。それは空白の100年につながる。空白の100年とは何でしょうか。現在の世界政府は800年前に誕生したと言われていますが、それ以前の100年間、つまり900年前から800年前の間は空白の100年と呼ばれ、調べることすら禁じられている歴史のことです。この空白の100年の間に、ある巨大な王国が存在し、それは滅亡したのではないかとクローバー博士は砕けぬ石ポーネグリフを読み解くことで突き止めていました。ここで疑問となるのが、いくら世界政府が物理的に、そして恐怖で隠蔽しようとも、100年分もの歴史を人々の記憶から取り除くことは容易ではないという点です。このからくりに雪が関係していると考えます。全世界の記憶がなくなり、頭が真っ白になる、頭が空っぽになった空白の100年、それはもしかすると読んで字のごとく、全世界の空が真っ白になったのではないでしょうか。それが空白の100年です。まず空白の100年とは、おそらく現在の世界政府とある巨大な王国、それは D が栄えたドーン王国との戦いの歴史だと考えます。このモチーフはおそらくフランスの100年戦争でしょう。フランスの100年戦争とは、1400年前後にフランスの領主たちが2つに分かれて戦った内戦のことで、いわば領地争いの戦争ですが、その後絶対君主制が誕生し、さらに400年後の1800年前後にフランス革命が勃発します。以前も考えましたが、ワンピースにおいてフランス革命というモチーフは重要です。例えばイム様はフランス最後の国王ルイ16世のイメージ、それは語呂合わせイムであり、しかもフランスの漢字表記は仏国ですからイムです。さらにトラファルガーの海戦やワーテルローの戦い、バスティーユ要塞、サリーなんとかネット、労働者の革命を表す樋口、サボなどなど、ワンピースにはフランス革命に関する名前のキャラクターが数多く登場しています。そんな戦いの歴史を世界政府は100年分、全世界の人々の記憶ごと何らかの方法で奪った、改ざんしたと考えます。まずは雪と記憶の関係を見ていきましょう。まず注目したいのは12巻106話です。ここではウイスキーピークへ向かう途中、雪が降ってきており、その雪でウソップが作ったのは魂の雪の芸術、スノークイーン、つまり雪の女王でした。この雪の女王については後で考えましょう。この106話では、荒れ狂う海で真逆に進んでいたことに気づいた波に、ルフィが忘れ物かと言い、さらにみんながやっとの思いで船を軌道修正した後に、寝ていたゾロが起きた後に何が起きたか分かっていませんでした。これらは記憶欠乏のイメージだと考えます。ちなみに106話の話数の語呂合わせは順路ですが、106話0をなしと捉えるとイムになります。次に雪と記憶が表現されたのは16巻145話のヒルルクです。人はいつ死ぬと思う、人に忘れられた時さ。続いては44巻430話、タイトルは降り注ぐ水槽の泡雪。ここでは本物の雪ではありませんが、メリー号を焼いて舞った灰がメリー号の思い出とともに雪のように降り注いでいました。そして689話の雪のパンクハザードは、ないようである島、つまり忘れ去られた島です。ちなみに以前の動画で考えたパンクハザードと表裏一体の消された島、ゴッドバレーはない島でしょうか。そして重要なのはここからです。僕はこちらの動画で900話は900年前を表し、そして滅亡した D が栄えたドクロの島のドン王国とラフテルを表す回だと考えました。
そして次の901話では、和田摘がサニー号を飲み込んで助けたのは、ここまで考えてきたようにドクロの島から分離したラフテルはクジラが飲み込んでいるという考察と合致するイメージでした。これらの考察には実はまだ続きがあります。簡単に言えば、900話バッドエンドミュージカルがドクロの島のドーン王国の滅亡、901話死んでも死ぬないのがラフテルを飲み込んだクジラ、そして脱出した一部の D の一族、902話エンドロールが空白の100年の開始、記憶の改ざん、903話5番目の皇帝が世界政府イム様の君臨というイメージです。900話と901話のつながりは以前の動画を確認してください。ここでは902話エンドロールを考えましょう。902話は空白の100年の始まり、全世界の記憶の改ざんを表すヒント回だと考えます。902話の話数の語呂合わせは2つあります。クオンに、クオンに、そしてグレツ、グレツです。クオンとは永遠という意味ですから、永遠に愚劣なエンドロールというイメージ感になります。ここではミツメ族のプリンがサンジに恋をしてキスをしますが、勇気が出ずにプリンは自らの能力メモメモの実でサンジの記憶を消去して泣いています。僕は以前の動画でイム様の正体は真の海岸を果たしたミツメ族だと考察していますから、イム様が全世界の人々の記憶を消去して空白の100年を始めたイメージです。そしてこの902話では綿雨の雪が降っていました。これが雪と記憶の伏線です。つまりイム様もしくは天竜人たちは900年前から800年前に起きた100年戦争を隠蔽するために雪で空を真っ白にして全世界の人々の記憶を改ざんした可能性です。それは真っ赤な嘘の記憶、そしてイム様という皇帝が誕生したと。次の903話のタイトルは5番目の皇帝。ここでは懸賞金が15億ベリーとなったルフィが海の皇帝だと表現されています。イムをローマ字読みにして反対にすると海ですから、海の皇帝、神の天敵ルフィと神であるイムの皇帝という表立体です。ちなみに903話では海軍大将を目指すコビーも登場していますが、コビーの語呂合わせはコビーかもしれません。9は9つの子、1は麻雀用語のピンからの美です。このコビーをひっくり返すとイムになるのが面白いです。それはサンジの恩人クック海賊団のゼフとジェルマ W6 との関係性に似ています。やはりコビーは海軍大将まで上り詰めるのでしょう。脱線しましたが、さらにお得意の話数の語呂合わせからも雪と記憶について探っていきましょう。記憶の語呂合わせは記憶、909話でしょう。909話は和の国編のスタートです。タイトルは切腹ですから、通常のメインとなる語呂合わせはおそらく切れない、切れない、ゾロは切腹しないという意味ですが、909話で注目したいのはウソップことウソハチです。ウソハチは江戸時代の万能薬ガマの油を大衆を集めて売っていますが、ここでウソハチは白紙の紙を切って和のクレイ雪は雪降りの形と口上を述べていました。クレイ雪とは夕暮れの赤い雪であり、それは暮れない、暮れないとは日が沈まない、年を取らない、不老のイム様というイメージです。そしてこれが雪と記憶の伏線だと考えます。というわけで、ここまででなんとなく雪と記憶につながりがあるという素材が集まりましたが、ここからが考察の本番です。106話でウソップは雪の女王を作りましたが、この雪の女王は椅子に座っており、以前も考えたように椅子に座る女王はイム様のイメージであり、雪と記憶とイム様は関係性があると考えられます。そしてこれらはアナと雪の女王の元ネタであるアンデルセンの童話雪の女王に関係があると僕は考えます。元ネタといってもアンデルセンの雪の女王はディズニーのアナ雪とは全く話が違います。ここで簡単なあらすじを特急で紹介しましょう。あるところに悪魔がいて、映すものを歪ませる鏡を作った。その鏡の破片がカイという少年の心臓に刺さってしまうと、カイは人格が変わってしまう。そこへソリに乗った雪の女王が現れ、カイを連れて行ってしまう。カイと仲良しの少女ゲルダがカイを探す冒険に出かける。そして冒険の中でトナカイと出会い、トナカイに雪の女王の城へ運んでもらい、心が凍りついたカイを発見する。そんなカイにゲルダが涙すると、涙がカイに刺さった鏡の破片が取れて仲良く帰ったというお話です。ここで重要なのは雪と記憶と女王と鏡です。再び902話に戻りましょう。902話には女王であるビッグマムはもちろん、記憶を改ざんするメモメモのプリンとミラミラの鏡人間ブリュレも登場していました。このことからやはりアンデルセンの雪の女王の話は空白の100年につながるのかもしれません。さらに今度はヒルルクの記憶の話、145話に戻りましょう。
145話の扉絵ではジャンゴがミラーボール塔で踊っています。ミラーボールとはつまり鏡であり光です。そしてジャンゴは催眠術師です。ジャンゴが初めて登場したのは25話、嘘800。嘘800とは800年前に誕生した世界政府はやはり嘘800なのでしょうか。雪、記憶、女王、鏡、光、これが空白の100年を表すキーワードだと考えます。この5つのキーワードから考える空白の100年を天竜人たちが実現した方法とは何でしょうか。以前僕はイム様の空気の能力で全世界の酸素を 18% 未満にすれば人間は酸素欠乏を起こし記憶障害を引き起こすと考察しましたが、外部から記憶障害を引き起こす方法はもう一つありそうです。それは何か。光遺伝学と雪の結晶です。それはオプトジェネティクス、生物の神経細胞に強い光を照射すると光の刺激によって脳をコントロールできる。現在も光遺伝学は研究されており、すでにマウスを使った日米の実験では光で偽の記憶を生み出すことに成功しています。そして強い光といえば世にも珍しい夜明けが来ない不夜城エニエスロビーでしょう。世界政府には明らかに光を操作できる能力者または装置があるはずです。そして雪の結晶は光が当たることで拡散反射されるため、それはいわば鏡です。ここにたどり着いたのは909話記憶でのウソップのセリフ、ワノクレ雪は雪降りの形です。さらに雪の結晶は神話の側面からも意味深なシンボルです。神キリストの生誕祭クリスマスのシンボルは雪の結晶。その意味は旧約聖書では神の前で人間の罪を償い雪のごとく白くすると言います。クリスマスのイメージはイム様イコールイム様であり、ヒントキャラだと考えたドクター・クレハとトナカイのチョッパーにも通じるイメージです。クレハの語呂合わせはクレハ。908話でイム様は空の玉座に座りました。そしてトナカイの和名は純六、それは16イム。この2人が登場したのは雪のドラム王国16巻です。つまりイム様ら天竜人たちが800年前空白の100年を生み出すために記憶を操作した方法とは、全世界の空を真っ白に覆い大粒の雪の結晶を降らし、そこへ強い光を放ち、その光の乱反射で人間の記憶を操作したと僕は考えます。このイメージは頂上戦争で退治した海軍の大将たちを想起させます。人々の身モデル大仏の戦国が仏つながりからイム様のイメージです。雪の結晶は冷え冷えの身の青木軸山、強い光鏡はピカピカの身のキザルボルサリーノ、そしてそびえ立つレッドラインや紅の殻の玉座は赤犬杯のイメージでしょうか。そしてやはり考えておきたいのは空白の100年、空白の語呂合わせです。空白の語呂合わせは空白。989話です。こちらはまだコミックス未収録なのでコミックス派の人とはここでお別れです。また聞いてくれよな。989話は鬼ヶ島編です。3ヶ月前2020年9月発売のジャンプでは皆さんと一緒に989話の語呂合わせは空白だ、確実に空白の100年につながると高まりましたが、結局989話のメインの語呂合わせは巨白でした。巨白とは親分や父親という意味です。そしてクイーンがルフィとゾロをバクンと食べて吐き出していますから、空白ならぬ空白でした。しかしこの雪の伏線を考えていく中でユデラも一生懸命探しました。そして見つかりました。989話に描かれている空白の100年を表すかもしれない描写、それはラディカルビームです。989話のラディカルビームをよく見てください。ビームとは強い光、その形はまるで雪の結晶。フランキーが放った必殺技ラディカルビーム、ラディカルとは過激なという意味ですが、フランキーは過去に3回この技を放っています。1回目は646話、ここでのラディカルビームは十字の4方向の光でした。6方向の雪の結晶とは違います。2回目は657話、ラディカルビームも十字の4方向の光です。つまり989話のラディカルビームだけが6方向の雪の結晶の光。まとめましょう。作中で描かれる雪のシンボルには記憶という意味が付随していると読み解き、そこからウソップが作ったスノークイーン、アンデルセンの童話雪の女王へとたどり着き、鏡というキーワードを手に入れました。そして902話のプリンとブリュレ、さらに919話記憶でのウソハチのセリフ、雪降りの形から雪の結晶と光による記憶操作の可能性に導かれ、989話空白のラディカルビームが空白の100年を表す雪の結晶と光だという答えにたどり着きました。最後にもう一つ
この考察を補強してくれそうな回を紹介しましょう。ワンピースにおいて明確に光がタイトルとして使われたのは850話一筋の光です。扉絵は雪の中のスモーカーと蛇、雪と煙、それは雲と蛇です。意味深です。そしてタイトルの一筋の光とは、自由を失うことを選んだサンジにおけるプリンちゃんのことを指しますが、850話でプリンはその見つめとともに邪悪な正体を表しました。850話の話数の語呂合わせは、剥がれた、剥がれた一筋の光でしょう。聖なる神の永遠の光に夜明けドーンを告げるからこそ、 D は神の天敵なのでしょうか。以上です。19本に及ぶ一つなぎの大砲の考察シリーズ、そしてそれにつながるイム様の考察シリーズはここで一旦終わりにしましょう。次回からはキャラクター考察シリーズを始めたいと思います。まずはサンジ、黒ひげあたりを考察していきます。皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしい謎があればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。